ドリームチェイサーです。今回は開口忍法ガマガマ銃を紹介します。こちらの商品には青忍者手裏剣が1個付属しています。そしてこのカエルちゃんの銃ですね。後ろを見てみるとトリガー操作で2種のサウンドを発動、忍手裏剣をセットするとまた音声が鳴って口がオープン、トリガー操作で必殺攻撃ができるそうです。前に紹介したあの赤忍者手裏剣や白忍者手裏剣と同じくブレードをセットして使える手裏剣ですね。他に以前紹介した忍者一番刀やニンニンバックルにセット可能、そしてロボの方の顔にもなる手裏剣のようですね。ボタン電池と単イオン電池が必要とありますけれども、ボタン電池は手裏剣の方にテスト電池がセットされているので実際用意するのは単イオン乾電池2本ですね。では早速開けてみたいと思います。はい、こちらが中から取り出したガマガマ銃です。後ろに手裏剣を取り付けるところがあって、全体的にかっこいいですね。青と金と、これもちょっと灰色っぽいけれども銀色っぽくもあるような色でかっこいい。ここに電池を入れる場所がありますね。ねじって開けて入れてあげてください。そしてこちらが手裏剣。赤、お、外しちゃってるから。赤と白同様、ここはすごく柔らかいものになっていて、このように取り外すことができます。つける時も簡単にここの爪に合わせてはめてあげればすぐにはまります。こうですね。そして顔は可動して、手裏剣陣の方にくっつけれるようになっています。この手裏剣単体の音声を聞いてみましょう。青忍者、青忍者。これ単体では青忍者って喋るだけですね。ではこちらも電池は入れたのでスイッチを入れてみましょう。そして、お、ゲコゲコゲコと。口閉じたままだとこうなんですかね。開けるとまた別なんでしょうか。では、開けるためにここにセットしてみます。面白。せっかくなんで前バージョンも見てみましょう。取り外すのはここですね。ここをつまんであげると取り外せます。では今度は口を閉まって前から見てみましょう。手裏剣を、この口の先が光るとかあったら面白かったんですけど、光ることはないですね。それはちょっと残念かな。トリガーをたくさん引いても音声は同じですね。ではせっかくなので手裏剣をチェンジして音声を聞いてみましょう。
忍者手裏剣をセットすると変わるかな。まず赤忍者手裏剣で、音声は変わらないのかな。失礼。では次に白忍者手裏剣で、ここが回るとかっていうこともないですし、オリジナルの何かが発動するわけではなさそうですね。なるほど、ちょっとこれはつまらん、ちょっとこれは物足りないですね。なんかなればいいのにな。楽しくてすごくいいんですけどね。これが何かにさらに変化するのか期待ですけど。あ、そしてこれは手裏剣がついてる時には閉まらないような作りになってるんですね。どっかに引っかかってるのが手裏剣をつけることで外れる感じですね。ということで今回は開口忍法ガマガマ銃を紹介しました。ちょっと音声的にプラスアルファがいいなとは思ったんですが、これからいろんな武器が出てくると思うので楽しみにしていたいと思います。では次回は手裏剣合体手裏剣陣の方を開けて、そちらでたくさん遊んでみたいと思います。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。